よ。ジャッジペンスケン。よし。よし。ちょ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 。なんだなんだ。すごいウキウキしてる。コスコスコス。百均ですか。百均の。百均かまた。初コストコで1万円分買ってみたー。イエーイ。コストコ。コストコですよ。ちょっと馴染みがないですね。百均やってる YouTuber ではコストコやってますから。いや知らないよその常識みたいに言われても。今日は初のコストコ企画で行ったことあるんですけど、まあ YouTube でやるのは初なんでね。そうですよね。ポンポさんなんか母ポコと。そうですね。パーっていう顔して行ってるイメージありますね。その百均みたいなもんだから、コストコは遠いところにしかないと思ったんだけど。できたついに滋賀県に。いやできてない。それはもうやめてくれ。ずーっと言われてるよね。滋賀県に。滋賀にコストコできる噂無限に流れてるから、奥様方がここ7年ぐらいずっと振り回されてる。ずっと振り回されてますよ。滋賀にはできてないんですけど、はい、最近名古屋から新幹線乗るでしょ。意外と近いってこと知ってから。あ、乗りますね、はい、名古屋のその帰りの高速で岐阜羽島店、わ、出た。そう、岐阜羽島、岐阜羽島に店舗があることを知りまして。あ、そうなんだ。地図見てたら、まあ、若干遠回り、ほんとちょっとだけ、ほんとちょっと遠回りすれば。いや、じゃあもうやめよう。東京行くたびにコストコ売れてない？いやいや、やめよう、やめよう。今から東京に行きますんで、帰りにね、コストコ売って帰ってきましょう。さあ、行くぞ。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。帰ってまいりました。いやコストコどうでした？本当にアメリカ行ったみたい。ちょっと僕アメリカ行ってたから。あー、2週間ね。そうそうそう、帰国しろだから、まあまあ、また第二の故郷に戻った感覚だったけど、アメリカだったね。アメリカだったね。すごいわ。楽しいね。ちょっとポンポコさんが、ポンポコさんがちょっとやばかったよ。ポンポコ百均大好きじゃん。はい、あのもう楽しすぎてフリーズする時があるの。だからでかい百均行ったら楽しすぎてフリーズするの。何、楽しすぎてフリーズするって。もういいや全部ってなるんだけど、情報が処理しきれなくて。コストコそれになったね。それでは今日5000円ずつ発表しましょう。お互い買ったの見えないようにね、買ったんでね。はい、じゃあポンポンから。1つ目こちら、こんにゃくゼリー。うわー、すげー業務よ。いやでかいよねこれ。めっちゃいいよ。すげー、このちっちゃいのよくね買うんだよね。食べよう食べよう。でけー。これは本当にパッてね。わ、あ、こういう形、ゼリーっぽい容器じゃなくて本当に袋だ。袋とかいらない、ピッてゼリー食えんの。いただきます。はい、いただきます。試供品みたいな。あー、うま。うん、はい、試供品みたいな感じ。うまー。あ、おいしい。え、あぶねー。5歳なんだから喉詰めるの気をつけなよって言おうと思ったら200歳ババアだから詰まっちゃった。やばいって。あぶねー。怖い怖い。こんにゃくゼリーは気をつけないとね。喋りながら食べるのやりましょうね。そうですね。お値段958円ですね。あ、やっぱ1000円ぐらいするよな。そうなんだよ、だいたい1個1000円しちゃうね、でっかいから。いやでもやっぱコストコだとさ、なんか普段買わないファミリーパックみたいなのバンバン、めっちゃ買っちゃうそればっかだから楽しくてな。僕が買ったのはこちら。お、なんだ、バラエティラムネ。いいじゃん。いやー、あー、最高、それ大好き。一番美味しいラムネがすべて入ってます。このラムネなんだかんだよ、これが一番うまいな。一番うまいからこれが。これをもうジュースにガーってくるのが、そう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 、飲むラムネ。こちら978円。これ爆上がりだわ。駄菓子屋開けちゃう。いや、こんなんテンション上がる。もうこんなんばっかだね。そう、マジでね、これ巨大サイズのお菓子いっぱい。タケノコの里もよかったよね。ポンポンキノコの山派なんだけど。あ、そうなんだ。キノコの山なかったんだよね、ちょっと気になった、それが。だから買わなかった。うわ、ちょっとそれあんま、ちょっと燃料投下したな、多分。続いて、まあ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 ね、カットカント、たこ焼き。昭和グループのたこ焼きでーす。昭和グループ、わからん。これはお値段ね、818円でした。あの、冷凍食品コーナーでしょ。あ、それ冷食コーナーすごいよな。やばかったよね。すごいあるわあれ。あー、フリーズしたね。冷食コーナーでフリーズした。いや、まあまあまあわかる。ダジャレじゃないよ。あー、あー、そうだ。あー、ごめんなさい、気づきませんでした。あー、そう、よかった、ならよかった。キモ。え、言っとくわ、キモ。早くまた行きたいわ。まだまだ1人5000円はちょっとね、普通に少ないよな。少なかった、ちょっと。いやでも1万にしちゃうとやばいから。あー、なるほど。じゃあ続いて僕、靴下。あー、確かに服もいっぱいあった。靴下。あー、いくら？6足で1158円。おー、安い安い安い。安いよね。安い安い。普通3足1000円でしょ。そうそうそう。普通の消耗品だと思ってるから僕はもうプーマだよ。わかんない。いや、足速そうだろ。足速ければモテるんだから。5歳児の足のサイズは、へえ、25から27なんだね。でかいね、ビーナスか足。いや、ちょっと意外にね、今後の成長も見越して。はい、なるほど。まあ、冬だしね、その丈ならちょうどいいね。そう、この丈が欲しかったんだよな。カルディとか海外系のお店あるじゃん。はい、あそこで見つけたマジでうまいココアで、これコストコに絶対でかいサイズあるわと思ってたの。え、あったね。めっちゃハマってんの今これ。うわー、海外、スイスミス。
スイスミス、マシュマロ入りのココアなの。スイスミス、マシュマロなしもあるけど、うわー甘そう、これやばいよ。ココアって森永のあれが最強だと思ってずっと飲んでたんだけど、いやそうだよね。でもあれも言うても牛乳で割らんと満足しなかったの。あ、まあ確かになんかココアパウダー飲んでるみたいな時あるもんね。そうそう、わざわざ牛乳チンして、そうそうそう、めんどいけど、まあ美味しいからそうしたんだけど、これはお湯でうまいから、あこれちょっと待って、進めたい、やばいって、甘すぎそう。じゃ甘いんだけど、じゃココアってさ、こういう濃いのを求めてたんだよね、ポンポコは。なるほどね、はい、スイスミス60杯入って1380円、1杯何円だろう、調べるわ。1杯23円。おカフェで500円出てきたら満足だ。あれ本当か、本当本当、マジ出してるとこあると思う。そんな、じゃマジうまい。これ続いて僕が買ったのはこちら。僕も飲み物、チルアウト。飲み物いいね、チルアウト。あーこれ前1本飲んだけど美味しかった、美味しかった。これね、これかわ、箱かわいい。リラクゼーションドリンク、なんかねこうエナジードリンクみたいなんだけど、リラクゼーション逆だね、エナジードリンクの。これはね、いい、特にサウナーが結構飲んでるんだよ。あーなんかサウナのイメージだ。これめっちゃうまいよね。1098円。あー自販機で200円ぐらいするね。そう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 。あじゃあちょっと安い、ちょっと安い、ちょっと安いね。チーズが全部うまそうですね。あのチーズパン大好きだから、うめえチーズ、スライスチーズ買いたいなと思って。これ全部切れてるんですよ、32枚入ってて。はい、うまそうじゃない。2色あんの。こっち側やばいでしょ、こっち側。うわこれもやばい。うわぁすげえ、ハンバーガー絶対うまいやつだ。絶対うまいやつだよ。これやばいね。楽しみだわ、もう。なんだそれ。これ絶対うまい。スライスされてるってのが味噌ですね。スライスされてない塊もいっぱいあって、それ美味しそうでしたね。1300円でチーズ買ってん。いや、ちょっと冷静になれよ。ちょっと冷静になろうぜ。絶対に無理。コストコで冷静さを戻すなんて。いや本当に、うん、コストコさ、うん、みんな判断力失ってんだよ。ケーキゾーンでさ、ケーキ買ってる主婦の人が、うんうん、3日前にケーキ食って、2日前にケーキ食って、昨日もケーキ食って、うん、今日食ったら4日目。食いすぎやろ。まあいいかって言ってケーキ買ってたからね。判断力やば。判断力鈍ってんだよ。マジコストコみんな財布の紐がすごいオープンすぎて。いや本当におかしくなってるって。まあこれも買っちゃったわ。おわいいやん。ブラックサンダー。最高最高。ビッグシェアパック840g。別に僕、うん、こんなめっちゃブラックサンダー好きじゃないんだよ。あんまチョコ食ってるイメージねえわ。でもなんか判断力鈍った結果だろ。判断力が鈍って。完全に鈍ってる。クソテンション上がっちゃったもんこれで。いやマジで見たことないもん、こんなブラックサンダー。そういうのがめっちゃあるから上がっちゃうんだよね。ハリボーとかあったくない？あったあったあった。人気だよね。天井とかバカ高いからさ。あーあれね、東京ドームぐらいあるんじゃないかな。もうこれコストコの名物ですね。あピザーロール、パン、パン、パンだ。これはもうめっちゃ多いけど、冷凍とかして朝ねちょっとチンするだけで食べれるんだよ。うまそう。これ458円で36個入ってる。安いでしょ。安普通にうまいんだよね。こうなんか何でもないパン、ちょっと1個食おうよ今。ちょっといただきます。あーシンプルイズベスト。シンプル、まあ、パンうめ、あーうめ。これはこれも普通にマーガリンとジャムとね、迷惑。これ学生さんだったらもうすっごい食べちゃうよ。一日に全部食べちゃうんじゃない。僕ラストです。グミサプリ、夕飯味覚と鉄&破産。いいじゃん、葉酸、健康そうじゃん。マジね、サプリとなんてやばいよね。10 days の11パック、うん、つまり110日間。毎日1日の量決まってた。1日2粒。そう、1日2粒。あ、いいね。このグミ食ったら、あー、栄養が取れるよっていう。いいいいいい、そういうの今求めてたわ。めちゃくちゃいいよね。こうお菓子ばっか買ってたらダメだなと思って体にいいもの、健康食品、グミとチョコとラーメン、健康食品を買わないとなって思ってこれを買いました。いやでも鉄分取れるのはいいね。普通にこう薬局とかでもさ売ってるんだろうけど買わないよね。買わない。こう100日分とかなってないと。そう、100日分いけんだっていうテンションね。もう100日無敵になりました僕は。これでいいな別に。お値段1780円。あー3000円とかしないんだ。1700円で映画1回見るだけで110日間。これさ鉄分以外も欲しいかも。普通にこれで取れるんだったら。あ、これビタミンもあったんだよな。あーいいね、ビタミン C。 仕方ねえな。2個くれ2個。僕の1日分やるよ。いただきます。僕の1日分が。おいしい。あ、うまうまいね。いやもう僕はもう健康になりました、これで。鉄分取ったらいいってデビちゃん言ってたよ。あ、そうなの。なんか喉、確かちょっとだけ。へぇー、うわ僕もなんか黒い毛とか生えてきたらどうしよう。デビちゃんみたいに。そう鉄分の。どう考えてもビタミン C の色だもん。じゃあアピアス君以上。はい、ここもちょっともう一回あるわ。ラストテンション上がって買っちゃった。マジコストコサイズワセリン。何？忘れ知らないか。めっちゃいいの。なんかあのね、リップにもできるし、肌にも。なんかこれのなんかちっちゃいの持ってない？ポンポさん。怖っ。何これでかくなって。
ビッグライトみたいな。そう、ポンポンが車とかに放置する。何これ、おもろいぐらいでかいね。ちょ、おもろくなっちゃって買っちゃった。めちゃくちゃ面白いじゃん。等身大出てきたみたいな。でかっ。買っちゃった。これから冬だしね。あ、まあ、リップクリーム的なやつ。いや、どこに塗ってもいいの。口もいいし、髪もいいし。あ、ワセリンって、そっか。ボクシングでさ、気づいた人がさ、うん、あ、そうそうそう、多分そう。そうそうそう、ポンポンさんボクシングやってんの。してないよ、リップ代わりとか。怖、喧嘩代わりだっつうの。はい、というわけで以上。まあ、お察しちょっと多くねって思った人いるでしょう。申し訳ございません、はい、テンション上がってなんか風間家だし6000円ちょっと。おい、ちゃんと納めろや。おいくらでした。5900円です。買い物だろ、変わらんやんけ。ちょっとね、オーバーしちゃったね。オーバーしちゃうね。ちょっとオーバーしちゃった。減らしてこれだから許してくれ。いや、本当にね、これはちょっとまたやりたいね。で、なんとですね、はい、ここで発表があります。明日の動画もコストコで。おい、なん、どういうことだ。コストコでテンションが上がりすぎて、あのご飯ゾーン見た時にこれやらんと、せっかく来たんやからこれやらんとってなったんだね。そのコストコといえば、もうなんかでっかい食い物っていうあれが食いたいって思ってるんですよ。そう、もうでっかい、うまそうなもんがありすぎて、これ買っていくって動画にやりたいということで、明日はコストコのご飯編でーす。イエーイ。はい、というわけで今日見てくれてありがとうね。またね、バイバーイ。バイバイなってー。